どうも、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はいつもご視聴ありがとうございます。ワルケイのみやびです。今回は原神初心者さんに向けた動画になってます。原神はサービスを開始して2年ちょい経過しているので、追加された話も多く、マップも広大でやることもいっぱいあるので、今から新規でやって楽しめるのって思う方もいるかもしれませんが、全然楽しめます。チュートリアルも丁寧で分かりやすい作りにはなっていますし、マルチじゃないと倒せないボスとかもいませんし、自分のペースで楽しめるゲームになっていますので、原神を今からやったとしても全然楽しめちゃうんです。ただオープンワールド系のゲームあんまやったことないって方は、最初のうちは何したらいいのか分かんないってなる方も多いと思います。なので今回は何したらいいか分かんない状態になってしまった方に向けた、最初のうちはこれをやっていくといいですよってのを解説した動画になってます。長々とお話しするのもあれなんで、早速行ってみましょう。まず最初にやることといえば魔人任務です。わかりやすく言うとメインクエストですね。魔人任務を進めることで行ける場所が増えたり、伝説任務、世界任務、まあ、サブクエストですね。それが発生して原神のキャラたちや世界観を楽しめるようになっていきますし、サブクエでも原石や各種素材を入手できるので積極的にやっていきましょう。ただし伝説任務の注意点として、伝説任務を解放するには伝説の鍵というものが必要になります。こちらの鍵を入手するにはデイリー依頼を8回クリアする必要があるので、伝説任務はガンガンクリアできるものにはなっていません。デイリー任務はランク12で解放できて、クリアすれば原石ももらえるので、最初は冒険ランク12の解放を目指しましょう。そして魔人任務を進めることで期間限定イベントに参加できるようになります。原神のイベントはある程度魔人任務を進めていないと参加できないことが多かったりしますので、イベントをやるために魔人任務は進めておきたいですね。イベントでは原石や各種素材などの報酬を入手することができて美味しいので、参加するために魔人任務進行が一番重要だったりします。次にやることといえばマップの探索ですね。魔人任務をある程度やっていると、冒険ランクが一定レベル以上にならないと受けられない魔人任務が発生します。冒険ランクを上げる方法は、出入り、術師消費、伝説任務、世界任務の他にも、マップに存在する失われた瞳の奉納、宝箱を開けることでも冒険ランク経験値を稼げることができるので、世界任務がなくなったりした場合は、マップの探索をしましょう。そして、マップ探索で最初にお勧めしたいのが、ワープポイントの解放です。探索のしやすさが格段に上がるので、とりあえずワープポイントの解放を全部やっておくってのも全然ありです。そして探索する際に欲しくなってくるのがスタミナですね。スタミナの上限値を上げる方法は、モンドとリーウェの失われた瞳を回収して七天神像に奉納して、神像のレベルアップ時の報酬でもらいます。そしてスタミナアップだけでなく、原石ランク経験値の取得ができますので、神の瞳集めも積極的にやっていきましょう。神の瞳ですが、近くに行くとマップ上に星マークと音が出て、ここにありますよって知らせてくれるので、近くにあった場合はある程度の位置がわかります。この神の瞳なんですが、モンドが66個、リーウェイが131個、稲妻が181個、スメールが235個と数がめちゃくちゃ増えていて、探すのが大変になっていき、どこ取ったのか大体忘れます。これは公式にあるテイワットマップを使えば、神の瞳がどこにあるのかわかるので、テイワットマップの利用をお勧めします。こちらのサイトでは自分で取得したかのチェックができるようになるので、ちょっと面倒かもしれませんが、取得したら表記していきましょう。取得してない神の瞳の場所を教えてくれるアイテムもありますが、無料で作れるわけではないので、マジで地道に表記していくことをお勧めします。そしてマップ探索をする際ですが、フィールド上に特産品というアイテムが存在します。この特産品はキャラクターのレベル上限を突破する際に必要になってくるので、積極的に回収をしていきましょう。特産品は取得してからリポップするのに2日かかるので、レベル上限が解放されたら一気に集めるってことができないので、地道に回収をしていきましょう。この特産品もテイワットマップに記載されているので、どこにあるのかわからない場合は調べることも可能です。そして宝箱回収ですが、こちらも宝箱の位置がテイワットマップにも載ってます。テイワットマップは大体何でも載ってます。マジで万能ツールです。ですが宝箱回収はテイワットマップを見ながらの回収はお勧めしません。宝箱回収は自分で見つける楽しさがあり、テイワットマップに頼ってしまうと作業ゲート化してしまうので、宝箱回収はなるべくだったら自力でやった方がいいです。この万能サイトテイワットマップは概要欄に記載しておくので、概要欄から飛んでいって活用してください。あとマップ探索を行っていると見聞というものをクリアできると思います。こちらはマップ探索を行っていれば大体勝手にクリアできると思いますが、武器の突破が必要だったりする時もあるので、クリアできそうな項目があったらさっさとクリアしちゃうといいです。とりあえず最初のうちは魔人任務、伝説任務、世界任務をやっていき、なくなってきたらマップの探索をしつつ素材の回収をするってのを意識するといいと思います。
次の動画ではキャラ育成や樹脂をどこに使った方がいいのかといったキャラの育成面に関することをお話ししていきたいと思います。もしよければチャンネル登録、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。次の動画が気になる方は通知ボタンを押すのもおすすめです。また原神のこんなところがわからない、教えてほしいって方はコメントで教えていただければ、なるべくお答えしていくので、コメントも気楽にしていってください。細かなことでも全然大丈夫です。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。